皆さんこんにちは、くだです。今回は久しぶりの不二家のケーキバイキング動画です。毎度ながら2700円のハードルが高すぎる。期間限定メニューが可愛すぎたのでちょっと紹介しておきます。まみれサンデーです。ということで早速いただきます。最近甘いものを食べるときにアイスコーヒーが飲みたくなってきているんですけど、大人になったということでしょうか。そんなことはさておき、一つ目にいただくのがプレミアムショートケーキ国産いちご仕様ということで、いつもだったらイタリアンショートケーキを食べるんですけど、最近食べてないなーってねふと思っていて、なんと2月16日からイタリアンショートケーキが食べ放題対象外になっていまして、この日まで全く知りませんでした。ちょっとショックすぎるんですけど、続いていただいていくのが釜焼きプリンマウンテンシュークリームです。この発想は新しすぎますね。きっとこのメニューを考えた人はプリンもシュークリームも大好きなんでしょうね。ぜひ一度お会いして顔を見てみたいんですけど、中にはねもちろんプリンが入っているんですけど、シャンテリークリームやスポンジも入ってます。そして軽いタイプのカスタードクリームですね。不二家の定番クリームたちがたっぷり入ってるんですけど、プリンはねほぼほぼカスタードクリームみたいな味がして、カラメルの部分はね全然苦くなくて、子供でもね食べれそうな感じの甘い感じのカラメルでした。なので普通のねシュークリームとこちらのねマウンテンプリンシュークリーム、目を閉じて食べ比べてもあんまり違いがねわからないかもしれないです。それほど違和感ないぐらい普通に美味しかったです。なんといっても見た目が可愛すぎるし、今までに見たことなかった組み合わせだったんで、これはね食べる価値ありますね。最近発売されたばかりの新商品です。きっとじゅんさんも好きだと思います。続いて3つ目にいただくのが夕張メロンと北海道産クリームチーズのダブルミルクレープです。最近ね X シングスさんのメロンパンケーキ食べてきたんですけど、それとねすごい見た目が似てますね。上から見るとね本物のメロンみたいな模様がね描かれているんですけど、中を見てみると夕張メロンクリームとクリームチーズ、この2種類のクリームで構成されています。写真で見ると結構緑色が濃いんですけど、実際に見てみると結構ね薄めの黄緑みたいな感じでした。メロン味のミルクレープ食べたことなかったんで食べれてよかったです。あれちょっと待って、くだくん、まだケーキ3個しか食べてないけど味変アイテムを探してるようです。さすがに早すぎたのでもうちょっと悩みます。続いて4つ目にいただくのが山形県産佐藤錦のモンブランです。これめちゃくちゃ美味しそうですよね。佐藤錦といえばさくらんぼのことなんですけど、見た目的にはねそんなにさくらんぼ感なかったんですけど、これね食べてみるとねすっごく佐藤錦感じます。モンブランの部分には佐藤錦クリームとマスカルポーネクリーム、そして下側はスポンジなんですけど、なんと中にもね佐藤錦ソースが入ってて、このソースがめちゃくちゃ美味しい。最近食べた不二家のケーキで一番びっくりするぐらい美味しかったです。そしてまたアイスコーヒーと合うのよ。3週目突入しました。5つ目にいただくのがダブルクリームモンブランです。これ食べなきゃ不二家のケーキバイキングは語れませんよ。このモンブランの一番大好きなところはやっぱりねこの可愛らしい見た目ですよね。もちろん味は美味しいんですけど、やっぱりね他のモンブランにはない見た目の可愛さがありますよね。もう髪色髪型、このダブルクリームモンブランみたいにしたいですもんね。冗談よりの本当よりの冗談よりの本当なんですけど、前回のミスドの動画で口癖についてね話させていただいたんですけど、なんとかなんとかですけどってねよく言うんですけど、あ今も言ってるんですけど、それがくだくんらしくていいんじゃないっていう派の人と、今まで全然気にしてこなかったけど言われてからそこしか気にならなくなっちゃいましたみたいな、2つのね意見に分かれちゃったんですよね。完全に余計なことしちゃいましたね。結論、気にしないことにしました。ということで続いていただくのが贅沢三昧コーヒー&チョコパフェですね。こちらも新商品の一つです。コーヒーゼリーって正直あんまり得意じゃないんですけど、見た目の可愛さに惹かれて思わずね取っちゃったんですよね。そして中に入ってるものはハイカカオクリーム、そしてミルクコーヒーゼリー、エスプレッソコーヒーゼリー、もうねゼリー三昧、そして上にはローストされたアーモンドスライスとプレミアムのシャンテリークリームですね。これねここ大事です。プレミアムが大事。
普通のコーヒーゼリーだけだと、もちろんね苦いだけで終わってしまうんですけど、そこにねこのチョコですよね、ハイカカオクリーム入ってたり、プレミアムシャンテリークリームがあったり、いろんな角度からそのコーヒーゼリーの苦みをいい感じに中和しつつ、コーヒーゼリーの良さもね引き立ててくれるという、そしてアーモンドスライスの香ばしい香りで締めるというね、もう最高の組み合わせですよね。今日着ている T シャツは福岡旅行に行った時にポップアップでね、あのトムとジェリーの T シャツが販売されていて、もう可愛すぎて思わず買っちゃったやつ、今日着てます。この流れで4週目いっちゃいましょう。続きまして7個目にいただくのが、熊本県産クインシーメロンのドルチェですね。私の完全な勉強不足だったんですけど、クインシーメロンというものをね初めて知りました。これがねうまいのよ、すごく甘さがね強くて、はい、美味しかったです。そしてね、僕の大好きなかじるタイプのねメロンが2切れ乗ってまして、これポイント高いですね。そしてねクインシーメロン、これなんぞやということなんですけども、カロテンという成分を非常に多く含んでいるメロンのことで、甘みが強くジューシーなメロンだそうです。メロンの甘みだけかなって最初思っていたんですけど、食べ進めていくうちに酸っぱさもあって、この酸っぱさって何かなと思ったんですよ。それがライムジュレというものが入ってて、これがね酸味の要因となっております。甘みだけじゃなくて酸味もあって、すごくねバランスの取れた一品となっております。もちろんプレミアムシャンテリークリーム使用しております。ということで、言い忘れていたんですけど、今日もね仕事の休憩中に不二家のケーキバイキングを来てるんですけど、もうね時間との勝負、はい、もうねめちゃくちゃ時間とね相談しました。はい、そして今何か注文しております。もうね残りね15分ぐらいでねもう出ないといけないんですよ本当は。なんですけど我慢できませんでした。何を注文したか皆さんお気づきだと思うんですけど、まあね楽しみに待っていてください。アイスコーヒーなくなったんで、次はねアイスティーで乾杯ですね。ちなみに2時間半の休憩で1時間半は移動に使ってます。僕の周りにはいないんですね、仕事の休憩中に食べ放題に行っているバカは。はい、僕のことなんですけども、8個目にいただいていくのがふんわりスフレチーズケーキです。正直今日ケーキ8個で終わらすのか、8個食べてさらに僕の大好きなあのメニューもね注文するのか、これねすごく迷いました。もうね見てください、もうバスをすごく確認してる。もうねあの目の前がバス停なんですよ、こちらの店舗の目の前は。はい、でねもう見えるんですよこの隙間からねバスが来てるかどうか。でもすごくねもうそわそわしちゃって、はい、迷った挙句頼んじゃったんですけど届いたようです。はい、もう見てください、もうこの顔、どうですか。嬉しすぎてよしよししちゃってるんですけど、これランプの魔人でも呼んでるんですかね、すごくこすってます。正直ねケーキを食べてる最中ずっとこのパスタのことを考えてました。もうね今日はね絶対食べるってね決めていたんですけど、やっぱりバスが気になります。はい、もうあとね10分ぐらいしかないんですよ、もう10分もないかもしれない。はい、もう時間との勝負ですけど、こちらトリュフ香る五色の子のポルチーニソーススパゲティ、もうデザートと書かせていただきました。はい、もう食後のパスタ、いやデザートですこれは。はい、2回目のいただきますも済ませて熱々を食べていきます。これがねすっごく熱いんですけど、もうキノコの香りがとんでもない、トリュフの香りですよね。まずそして5種類のキノコ使われています。はい、今日のシェフは薄めの味付けだったんで、パルメザンチーズで味濃いめにしていきましょう。とっても濃厚なポルチーニソース、そこにパルメザンチーズが加わることでコクが追加されるんですよね。もっとかけたいです。チーズなんて足せば足すほど美味しくなりますからね、もうどんどん足していきましょう。一応ねバスの時刻表と電車の時刻表もね両方ちゃんと調べてるんで、この時間までに出ないと間に合わないなっていうギリギリラインを攻めています。うちのタイ人のコックさんにもちゃんとね時間通りに帰ってくるようにってね強く言われてるんでね、これはもう何としてでも帰ってこないといけないんですけど、今この瞬間だけでも目の前のパスタと向き合っていたいですね。さっきまでケーキバイキングしていたことを完全に忘れちゃうぐらいパスタとね向き合って夢中になっていたんですけど、ここで行っちゃいました。乗ろうと思っていたバスが目の前で行っちゃいましたね。はい、完全に行かれました。
でも大丈夫です。こんなこともあろうかと一本早めの電車調べてました。はい、それに乗って無事ね、この後ね、仕事に間に合ったという話です。はい、ということで今回はね、4060円分ケーキ8個食べることができました。ごちそうさまでした。バイバイ。ってまだ見るんかい。